ははい皆さんこんこにちは村長スタジオです今日も EasyBase ーーーこれの使い方で初心者の人にはとっても分かりやすいでもそんなところ気がつかなかったよっていうような話でやり方は簡単なんですけれども上級者の人が使いたいような機能というね初級者用なのか上級者用なのかが分かりにくいというような 面白いテクニックをお話ししますですからやっていない人見つけていない人は気が付かなかったことででも初心者の人が分かったところでどう使ったらいいのかそういうようなお話です村長ミュージックスタジオのっけから 取り留めのない話をしているんですけれども、ここに同音連打を打ち込んであります。これをまず聞いてください。え何も気がつかなかった画面をよく見てください。後半は上の方に黒い帯がついています。先頭の方にはついていません。 これはどういうことかと言いましたら、その前に前提があります。イージーベースを買ったら、ここで2つのモデルがあるわけですね。このようにモダンベースと、そしてヴィンテージベース。このようにあるわけですけれども、弾き方というのもありまして、フィンガーかピックかという風になっています。これを ピックにしますとグリッドエディターで見てみるとここにオートオルタネートとそしてダウンストロークとアップストロークというのがあるわけですね前半の方はオルタネートにしてありますこのようにですねそして後半の方はダウンストロークというのにしてあるわけですこれもですね 選ぶモデルと、そしてピックの引き方、それによっても分かりやすいものと分かりにくいものがあります。例えば、レジェンド810というピックにしますと案外よく分かります。もう一度聞いてください。こんな感じにですね、特に 強調したいところ。例えば、フィルの前、トン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 、トトトトンントンみたいな、そういうような強調したい時にダウンストロークばっかりで弾く。そのようなことに使うと、とても効果的で、オリジナリティのあるフレーズが作れます。今度は二つ目のお話に行きます。二つ目も、前半と後半というような感じに、 三小節ずつにフレーズをつけてあります。前半は標準の弾き方です。ちょっと聞いてみましょう。これは聞いた感じ違いがわかりましたね。これはどのようにしてるかと言いましたら、この三つ。 ここにありますように、レガット、いわゆる音をつなげるという風にしてあったわけです。そうすると、一つ一つの音符の角が丸くなります。左の上の方が削られているところは前とつながってますよということです。ですから、この三つ目の音符は、右下の方は角張っています。でも、真ん中の音符は、上も下も 角が取れています。そして今度はここまでをつなげてあるわけです。そして三つ目。いわゆる小節ごとにこのようにレガートをかけてるわけです。ですから1個目の音符と2個目の音符はつながっています。2個目と3個目もつながっています。そして 小節が変わったら、またもう一度弾きます。この間はフレット移動はしますけれども、右指は弾いていません。ちょっとここで確認していただきましょう。はい。このようになります。ですから、今度は全体を選択します。そうしまして、 一旦消してもう一回押します。そうすると全体の流れに角がつきます。こうしますとはい、だんだん小さくなっていきましたよね。右手は全く弾いていないということになります。左手のフレット、いわゆる音程だけが変わっているわけです。 このようにグルーヴを持ってくるといろんな双方を使っていることがよくわかります。例えばこれをここに持ってきてみます。これをグリッドエディターで見てみましょう。ここ見てください。角が取れていますよね。そしてここが黄色いラインがついています。縦に黄色のラインですね。これは パーカシブと言って弦を叩いている状態です。ですからこんな音です。で、これを演奏すると、このようにですね、ドラムで言えばゴーストのように、とこう、詰まったような音になるわけです。 はい、そしてここ先ほどのレガートはいギターで言えばハンマーリングとかプーリングそんな感じの弾き方になるということですこの他にもアーキュレーションを変えるとですね例えばハーモニクスにすると赤色になったりですね そしてゴーストノートにすると前にピンク色がつきました。色を見ればわかります。皆さんもこの双方をざっくりだけでも覚えておくとですね、どういうような弾き方をしているかというのがよく研究できると思います。今日は2つのチップスですね。1つは同音連打の時のピッキングの仕方。 そして2つ目はレガートのかけ方。この2つちょっと小技なお話でしたけれども皆さんと情報共有させていただきました村長スタジオでした。